どうも、田畑ブラザーです。兄のよしきです。本日は2023夏の甲子園全校診断、初めてね、田畑ブラザーズでこの動画を上げさせていただくんですけども、五角形のグラフにして全国の高校、すべての高校を S、A、B、C 評価の4段階で評価したいなと思っております。そしてですね、まあ、これは個人的な評価ですので、全くその何 C 評価だからといって優勝できないのか、1回戦勝てないのかということではないですが、自分の経験値のもと S、A、B、C と何の許可もなく勝手に予想させていただいてます。僕はこれは高校野球ファンとして勝手に予想させていただいているだけですので、皆さんその辺は重々承知の上、この動画を楽しんでいただきたいなと思います。あとちょっとね、長くなることが予想されるので、なるべく短くは収めたいんですが、本数を分けるということはなく、この1本丸々でやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。5段階グラフの内容なんですが、投手力、打撃力、守備力、地方大会成績、チーム力というのを、このね、甲子園の雑誌を参照して、僕が勝手に5段階グラフとしてやらせていただいてますので、なんでお前そんなすごい、詳しいねんとか言うけど、これ全てこのこちらの雑誌のおかげですので、皆さんも購入してください。まあ例えば投手が5人いてて5人とも好成績残してたら投手力が5とかで、打撃力の基準としてはやっぱ3割5分以上が5段階評価の4か5をつけてます。2割台は評価低いです。守備力は失策数を見てます。例えば6試合試合して失策が7でした。やっぱ試合数より多い失策してるのは評価を下げてます。8試合やって4エラーでしたっていう、まあ、試合数より少ないエラー数の方は評価上げてます。でももちろんその0、1、2とかその辺の失策数のチームは守備力を高く評価してます。地方大会成績なんですが、僕は初めに言っておきますけども、タイブレークサヨナラ勝ちを今回は評価落とします。最後タイブレーク10回で勝ちましたとか、いうチームは評価落としてます。まあ、これもね、チームごとに紹介していくんですが、地方大会成績で、サヨナラ勝ちとか何もなくずっと傷なしで勝ちましたみたいな、危なげない戦いをしたチームの地方大会成績は高いです。ただその次のチーム力という部分では、そのタイブレークやサヨナラ勝ちを評価して地方大会成績よりも数字が上にしたりとかしてますね。というわけで5段階グラフの方早速発表していきたいなと思います。北北海道代表クラーク国際、こちらはですね C 評価ですね。 C 評価にした理由が、北北海道大会4回戦帯広農業との試合が11対10で勝ってるんですが、3者連続本塁打打って最大6点差を逆転したっていう感じなんですけども、3者連続本塁打っていうのは、まあ、これ映像見てませんが奇跡なんですよね。奇跡勝ちしてるし、北海道大会決勝1対0どっち勝ってもおかしくないなっていうところで C 評価ですね。失策数も試合数より多いということで C 評価です。南北海道北海高校、こちらがですね A 評価になります。僕これはちょっとね穴じゃないかなと思ってるんですけども、ね、こう北海道だと多分かなり実力があって強いと思います。あとチーム打率が、3割9分2厘4割近い打率を残してるので、ちょっとバッティングのチームじゃないかなと思いながらも、ピッチャーがねエースが岡田投手かな、最速147キロ、右投げなんですが6試合投げて20回、1失点化け物ですね。であとまあ注目するのはですね、四死球が5っていう非常に少ないので北海高校推しですね。続きまして青森県八戸学院光星、こちら C 評価でございます。まあ、八戸学院光星というのは、まあ、ちょっと B 寄りの C 評価なんやけど、まあ、バッティングがね強いチームで、僕たちの2012年も大阪桐蔭と春夏連続決勝戦同じカードでめちゃくちゃライバルチーム強かったんですが、まあ、今回はちょっと評価を落とさせていただきました。
まあ、全体的にバランスは取れてていいんかなと思うんですが、やっぱりね気にかかるのは、決勝戦のタイブレークで勝ちというところですかね。なんかもっと八戸学院光星って俺はえぐいイメージやったんで、まあ、エースの子がね19回投げて1失点の防御率 0.46 っていう左ピッチャーなんですけれども、まあ、そこの評価は高いんですが、ちょっとバッティングがねもっと期待できるんじゃないかなっていうところで、僕はちょっと思い切って C 評価にさせていただきました。続きまして花巻東、こちらは B 評価なんですが、とても危険と出てます。ですね、花巻東の評価できるところは、僕は多分みんなねこの佐々木麟太郎選手がすごいってなってるんですが、地方大会が3割3分3厘であまり結果が残せてなかったんですよね。なので僕は結構ピッチャーのチームじゃないかなと思ってます。守備も全試合合わせて1失策でかなり守りも硬いですし、どっちかっていうとバッティングのチームって思われがちだけど守備のチームなんで、俺は夏は打たないと勝てないと思ってるのでちょっと評価を下げましたね。 A 評価よりの B なんですが、とても危険やと思ってます。それでは秋田県明桜高校ですね、こちらは C 評価です。まあ、全体的にちょっと力足らずかなっていうのと、バッティングはやっぱりチーム打率2割6分9厘というところで評価を下げさせていただきました。はい、それでは山形県日大山形、こちらは C 評価でございます。まあなんか戦ってきてる相手は多分強そうなんですが、投手がエース菅井投手かな、で最速が147キロ投げてるって高身長の角度ある感じなんですけども、5試合で9失点してますね。で打率が3割2分2厘っていうところで、まあ、やっぱ3割5分を超えてほしいかなって僕はちょっと思うので評価を下げさせていただきました。宮城県仙台育英高校ですね、こちらは S 評価になります。地方大会の勝ち方も完璧ですし、打率も3割9分6厘で、まあ、大会でも上位クラスで、投手もですね150キロ近い速球を投げる投手がいてますし、盤石というか圧倒的な力を持ってるんじゃないかなと思いますが、僕はやっぱ2年連続これ夏の大会優勝かかってるんですかね、それはないやろ、そんなあんまないやろって思ってますが、今年のチームを見てると全然あってもおかしくないですね。それぐらい力あると思います。はい、それでは聖光学院ですね、 B 評価です。 C に近いんですが、聖光学院僕守りのチームとかピッチャーがめっちゃいいっていう感じだと思ってたんですけども、今回チーム打率4割2分8厘ということで、地方大会の勝ち方がほとんど2桁得点です。めちゃくちゃ打つんじゃないかなと思ってます。でまあ夏はやっぱりバッティング課題ということなんで C に近い B 評価ですね。決勝戦の学法石川戦は逆転サヨナラってしてるところはちょっとマイナスです。茨城県土浦日大 C 評価ですね。まあ、全体的にバランスは取れてるんですが、守備力の6試合で5エラーというのが気になりましたね。まあ、5エラーのうちの4エラーがセカンド、サード、ショートの内野手がエラーされてるっていうのがちょっと気になりました。小森投手が最速149キロの直球を投げるという控え投手に控えてるんですが、楽しみな投手ですね。栃木県文星芸大附属、こちらは B 評価とさせていただきました。まず打率が3割9分4厘でかなり高いというところで、ちょっとマイナス戦がやっぱり決勝戦の作新学院でサヨナラホームラン勝ちというところで、ちょっとね僕今大会は劇的な勝ち方をしたチームの評価を下げるというコンセプトでやってますので、ちょっと B 評価って感じですね。打撃力で言うと A 評価にはしたい。で失策も全試合で3失策なんでバランスはいいですが、ちょっと投手力が弱いかなと思いました。群馬県代表前橋商業、こちらは C 評価ですね。打撃力は4割で高評価してますですが、ちょっと投手力が右投手の方が投げてるんですが、期待できる投手としては清水投手かなが190センチの長身から投げてくる2年生の投手なんですが、こっちが投げてきたら面白いんですけども、おそらく主戦はエースの子かなになると思うので、まだ2番手投手がいかにちょっと甲子園で爆発したらちょっと期待はできるんですが、 C 評価までとさせていただきました。埼玉県浦和学院
A 評価です。地方大会の勝ち方が抜群でしたね。投手力もほとんど点取られてないんですよね。もう全部のピッチャーが回数は同じぐらい投げてて、まあ一番試合数が多いのは鈴木投手なんですけども、エースの伊藤選手が肩を痛めた影響もあってベンチは外れてるんかな。ですがチーム打率も高いですし、失策数が2、4、6、7試合で3失策というところで、まあ攻守にバランスを取れたチーム、そして地方大会の勝ち方を見てもこれは実力上位ですね。はい、それでは千葉県専大松戸、こちらは B 評価とさせていただいてます。 B 評価とさせていただいた理由としましては、打撃力は結構上位、守備力はまあ失策数が4というところで、地方大会の成績がね、準決勝決勝がちょっと気になりました。7失点両方してます。これはちょっとどうかなーって思いましたね。正直ここだけ気になりました。粘って勝ってきたみたいな感じかな。でエースの平野投手151キロの最速なんですが、結構まとまったいいピッチングしてますが、意外とね打たれてるんよねっていうイメージですね。まあ四死球もそんなめちゃくちゃ多くはないですが、結構点取られてるイメージなんで隙はあるんじゃないかなと思いました。それでは東東京共栄学園初出場ですね。はい、こちらは C 評価とさせていただきました。評価するのはチーム力ですかね。あとは投手力、打撃力、守備力ともにまあちょっと劣るんじゃないかなというところで C 評価までとさせていただきました。西東京の日大三高、こちらは B 評価とさせていただきました。最大評価するのは打撃力ですね。ちょっとなんかこう強い時の日大さんというか、打撃打ちまくる日大さんが帰ってきたんじゃないかと思わせてくれるような感じですね。地方大会の勝ち方が非常に良かったので、チーム力の方で評価させていただきましたが、地方大会成績の評価ちょっと下げてるのが4回戦の駒大戦で3対2、こちらはタイブレイクでやってるので、ちょっとここがだけが怖いですねっていう感じかな。神奈川県慶応高校 A 評価とさせていただきましたが、ちょっと B にしたいなぐらいなんですけども、まあなぜかと言いますと、これ横浜高校とね、試合で、まあ、僕これ動画にも出しましたが誤審っぽいのがありましたね。セカンドベースあれがなかったらもしかしたらっていう感じのチームなんで、あとやっぱ個人的に慶応高校は今年結構期待してたんですが、まあ、評価下げさせていただいてるのは、昔から慶応だけ髪の毛が長いところです。 A 評価とさせていただきます。山梨県東海大甲府 B 評価ですね。 B 評価で最大評価はやっぱ打撃力、4割3分3厘の打撃力は評価しております。3回戦4回戦15対11の試合、さよなら満塁本塁打、その次の準決勝14対10、ちょっとね大味な試合しすぎかなというところで評価を下げさせていただきました。投手力がちょっと僕は通用しないんじゃないかなと思ってます。ただ打撃力はえぐいと思います。新潟県東京学館新潟 B 評価とさせていただきました。A に近いです。チーム失策2というかなり少ない数なので、守備力打撃力ともに評価しております。まあ、評価下げさせていただいたのが決勝戦の6対5中越戦にサヨナラ勝ちしているというところ、今大会は僕も何回も言ってますがサヨナラとタイブレイクは評価下げます。4回戦の日本分離戦もサヨナラ勝ちと全体的に評価下げました。長野県上田西高校ですね、こちらは C 評価とさせていただきました。ここはね無失策チームです。 2、4、6 試合で無失策なんですが、バッティングがまあちょっと3割8分ちょっと乏しいところと、投手力をそこまで評価できなかったかなというところで、地方大会の成績が準々準決勝決勝と全てねロースコアなんですよね。そこがちょっと気になりました。続きまして富山県富山商業ですね。お、出ました、またもう無失策チームです。富山も無失策チームなんですが、投手力を結構下げてます。30イニング投げて23四死球というところで、結構ちょっと多すぎるかなというところ、あとはバッティングも3割1分6厘というところで、地方大会の勝ち方が結構危なげない勝ち方は全てしているので、
地方大会成績チーム力とともに、ただちょっと全国では通用しないんじゃないかなというところで C 評価とさせていただきました。はい、続きまして石川県星稜高校ですね。こちらは C 評価とさせていただきました。と星稜高校は、まあ、投手力で中山投手かな、この左投手14回投げて1失点というところで、ただエースじゃないんですよね。でエースの子は13回投げて13失点なんで、これ多分おそらくエースの子が多分登板することになると思うんで、僕は、エースの子が登板すればちょっと厳しい展開になるんじゃないかなって見てます。準決勝決勝両方とも、1点差勝負というところで、とそこで評価下げました。福井県北陸高校ですね。こちらは C 評価とさせていただきました。まあ、全体的にちょっと劣るんじゃないかなというところで評価を下げましたね。地方大会の勝ち方見てもちょっと危ないし、まあ、粘りのあるチームなんじゃないかなという評価です。静岡県浜松開誠館高校初出場ですね。こちらは C 評価ですね。投手力はちょっと評価してるんですが、チーム的に少し実力を取るんじゃないかなというところで、準決勝が9回サヨナラ勝ち7対6、でここでちょっと評価を落とさせていただいて、決勝戦も12対8というかなり大味な試合をしてますので、まあ、ちょっとねそういう静岡のレベルでそれぐらいの試合なんかなというところで C 評価とさせていただきました。それでは、愛知県の愛工大名電ですね。こちらは C 評価とさせていただきました。まあ、愛知を結構接戦で勝ってきてるっていう感じのチームですね。なので粘り強さはあると思います。続きまして岐阜県大垣日大、こちらは C 評価とさせていただきました。打率がちょっと微妙、投手は右投手で最速143キロの直球というところで、まあ常時130後半とかなんかな、まあ、全国レベルで通用するかどうかというところで C 評価とさせていただきました。それでは、三重県いなべ総合高校ですね。こちらは C 評価とさせていただきました。三重県大会を2人の投手で投げ抜いてます。夏この2人でどうかなというところですね。甲子園で2人だけで、エースの水野投手ですかね、28イニング投げて28被安打というところで、まあ、1イニングに1本ヒットを打たれてますよというちょっと評価を下げさせていただきました。滋賀県の近江高校ですね。こちらは A 評価とさせていただきました。打率が非常に高くてですね、結構春先から苦労してるチーム、まあどちらかというと関西で言うたら、まあ履正社に似てるような感じかな。なかなか結果が出やんかったけど、夏の大会に向けてしっかり調整して合わせてきたというところで、去年は選抜準優勝で、夏の大会はベスト4、大黒柱山田投手がいてたというところで、まあ甲子園の勝ち方味を知ってるという判断です。投手陣は2年生中心なので、まあ、またね来年も楽しみになるようなこの大会で力をつけてほしいなというところで A 評価とさせていただきました。はい、続きまして京都立命館宇治 C 評価です。まあ6試合で3本塁打のバッティングは魅力ですが、打撃力は評価しておりますが、守備力が6試合で6エラーというところでちょっと評価を下げましたね。で2年生ピッチャーが195センチの長身から投げ下ろす投手で、4試合を1人で投げ抜いております。エースさえ攻略されたらちょっと弱いんじゃないかというところで僕は評価を下げさせていただきました。あとまあ2年生投手ですので、まあ初甲子園というところでちょっとどうかなというところで、履正社高校ですね。こちらは A 評価とさせていただきました。履正社はね触れてますが、まあ打率は4割超えてます。決勝戦大阪桐蔭に完封勝ちで、注目は左のダブルエース、投手力チーム力地方大会成績最大評価なんですが、まあ、トップクラスの中での打撃力は少し劣るんじゃないかというところでちょっと評価を下げましたが、まあ、かなり強いです。福田くんがもし覚醒しているんやったら多分手つけられへんと思うんで注目してますが、ちょっと A 評価、 S に近い A 評価までというところで、はい、楽しみなチームですね。兵庫県社高校ですね。こちらは B 評価とさせていただきました。まあ、B にした理由は、準決勝決勝がねもうほんまに接戦で、もうどっちが勝つかわからんかったような試合を勝ち抜いてきてます。でピッチャーが結構継投策で臨んでるんですが、右投手で
まあ140キロ超え、まあみんな140キロは超えるんですけども、準決勝決勝の試合で評価を下げましたが、実力は A に近い B ですね。数値的には A なんですが、地方大会の分 B にしております。続きまして、奈良県智弁学園ですね。こちらは S 評価とさせていただきました。投手陣の柱、最速146キロの中山投手というところで、春の近畿大会から僕奈良智弁学園を全国的にトップレベルだと思ってるんで、で今大会もしっかり5試合で12本塁打を記録してるというところで、僕はこれ智弁学園無双するんじゃないかなと思います。だから僕の予想では奈良智弁対仙台育英のバッティング対投手力が見たいな。これ決勝でやってくれたらもう最高なんですけどね。はい、奈良智弁は結構なんか強いチームには強いねんけど、弱いチームにコロって負けたりするんで、そこだけが怖いですが、多分このバッティング力があれば大丈夫だと思います。ただちょっと不安なのが投手力ですね。そちらの方で評価下げてますが S 評価です。それでは和歌山県1和歌山 C 評価ですね。打率がちょっと弱いのと、失策が2、4、5試合で11失策というところで、ちょっと話にならないと思います。それでは岡山県岡山産業、こちらも C 評価ですね。岡山はしっかり勝ち抜いてますが、結構傾倒してますね。全国レベルではどうかというところで C 評価とさせていただきました。広島県広陵高校ですね。こちらは A 評価とさせていただきました。ちょっと危険な A かなと思います。投手力がまあほぼ一人エースですね。ただ春もベスト4、チーム力、地方大会成績はまあ抜群かなというところで、まあ、ベスト8、4には残ってくるんじゃないかなというところで、広陵って僕打撃のイメージあったんですが、今回は打撃がちょっとおろそかです。3割1分5厘、3割1分はね、こう僕の中で評価低いです。もうそれ以外の部分で守備力のチームですね今回、2、4、6試合で1失策というところで、まあ、守り投手力のチームだと見てますので、まあ、夏は打たないと勝てませんので、ちょっと A 評価ですが危険かなというところ。続きまして鳥取商業、こちらは C 評価とさせていただきました。打率が2割4分3厘でちょっと、打たなさすぎかなというところと、あとは4試合で4失策で、地方大会の勝ち方見てもすべてロースコア、1点差勝負とか2点差勝負、すごいなこれ。逆にすごいチームだけど、まあ C 評価ですね。島根県立正大湘南高校です。こちらは B 評価とさせていただきましたが、A に近いです。これはちょっと番狂わせ候補ですね。チーム打率が3割9分9厘で4割近いチーム打率を誇っております。あとは投手陣が全員右投げですね。ちょっと全員右投げの投手というところで僕は評価を落としたんですけども、ただ僕は番狂わせあるんじゃないかなと思ってます。続きまして山口県宇部工場、こちらは B 評価とさせていただきました。 B 評価なんですが、非常に全体的にバランスが取れたチームだと思ってますし、まあ、地方大会準決勝がちょっと危ない戦いでした、ね、3回戦4回戦が負けかけてますねというところでちょっと評価を下げましたが、チームバランスは非常にいいと思います。で B 評価です。香川県英明高校、こちらは C 評価とさせていただきました。エースの投手が右投げで33回イニング投げて30被安打というところで、ちょっと打たれすぎかな。徳島県徳島商業、こちらは A 評価とさせていただきました。守備力も全体の試合で1失策ですし、投手がね1人で5試合投げ抜いてるんですよ。これね全体全部含めて徳島商業だけです。なのでこういうチームは、まあ、この子が終わったら終わりなんやけど、この子中心のチームなんで、しっかりその形が大会ではできてるし、ほとんどね点取られてないんですよ。なのでちょっと僕はエースの森投手ですかね、がどこまでもつか次第ではワンチャンあるんじゃないかなと思ってます。僕はこの徳島商業期待してますね。愛媛県川之江高校です。こちら C 評価とさせていただきました。チームの大黒柱、エースで4番左腕からキレのある130キロ台の直球、まあ、左投手というところなんですが、まあ34イニング投げて被安打28というところで結構まあ打たれてる。準決勝決勝の試合が両方ね1点差勝負の試合で、どちらかといえば危なかったかなという。決勝も延長サヨナラ勝ちしてる。で今回ちょっとサヨナラ勝ちのね、評価下げさせていただいてますので C 評価。続きまして高知中央高校ですね。
こちらは C 評価とさせていただきました。と、まあ、明徳高校も倒してきてますし、非常に勝ち上がり的にはいいんですが、ちょっと地方大会の勝ち方があまり良くなかったかなと思います。藤田投手、左投手がいてて13イニング投げて1失点、まあ、こちらの投手が主力で投げてきたら面白いかなとは思うんですが、まあ、ちょっと高知のレベル今年は低いって見てますので、C 評価とさせていただきました。続きまして福岡県九州国際大附属高校ですね。こちらは A 評価とさせていただきました、ね、7試合で無失策の鉄壁の守りということで、あとは3割4分のバッティング、まあちょっと評価下げたのは準決勝決勝の1点差勝負の勝ち方ですね。あとまあ A 評価、 B に近い A 評価なんですが、エースの田畑投手というのは僕と一緒の名前なので A 評価とさせていただきました。まああと2年連続9回目の出場というところで、まあ九国もねやっぱり強いですよね。続きまして佐賀県鳥栖高、 B 評価です。まあ全体的にバランス高い水準でいいんですが、ちょっと佐賀のレベルが僕は低いかなと思いますが、1回戦佐賀北が多分優勝候補やったんですけども、2対1、6回スクイズで勝ち越して継投で1失点で勝ったというところで、まあ優勝候補倒してきてるというところですが、 B 評価まで。続きまして長崎創成館高校、こちらは C 評価とさせていただきました。守備力はまああの試合数よりは少ないんですが、バッティングが2割5分というところで打率がねちょっと乏しい。で、地方大会成績も2桁得点もありませんし、結構危ない試合が多かったんじゃないかと見てます。 C 評価。熊本県東海大熊本星翔高校、こちらは A 評価とさせていただきました。そうですね、チームバランス非常に良さそうで、ピッチャー右投げの投手が2人、まあ、こちらでちょっと、微妙かなと思ったんですが、35イニング投げて3失点というところでほぼ点取られてないんですよね。それはやっぱすごいなと思うんで、なんか打ちにくい何かがあるんじゃないかな。で、バッティングは3割1分、こちらがちょっと評価下げたんですが、全体的に投手力守備力中心にチーム力が高いチームじゃないかなと思って評価しております。まあ、こちらもね結構下馬評は低いと思いますが、僕は全然あるんじゃないかなと思います。決勝戦も九州学院に完封勝ちしてますから評価しております。続きまして大分県明豊高校ですね。こちらは S 評価です。はい、問答無用で S 評価。僕はこれも S 評価にすると決めてたんですが、なぜかと言いますと川崎純平監督さんがこの YouTube を見られてるというところで、前回も甲子園出られた際に僕の弟匠が、僕もお世話になったんですけども、弟の匠もお世話になって宿舎の方へお邪魔しに行ったそうです。なので S 評価にすることは確定してたんですが、見ててなんか強いっすね。普通にこのグラフ見ていただいたら分かる通り、守備力が5試合で6失策というところでちょっと評価を下げてますが、川崎純平監督は結構僕守備をめっちゃ教えていただいたイメージがあったんで、純平さんが教えてる守備は大丈夫やろうというところで、心配しておりません。投手がね非常にまとまってて、決勝戦も完封勝ちしてます。中山投手が完封勝ち、打撃力も3割7分7厘というところで、強いと思いますよ。続きまして宮崎学園、こちらは C 評価とさせていただきました。初出場ですね。まあ、初出場というところでちょっとマイナスな部分もありますし、バッティングがねちょっと2割4分5厘というところで、まあ、全国では届かないんじゃないかなというところ。であと5試合で先発した川野投手がいてますが、これが結構大黒柱で1人しかいてないというところでちょっと不安かな。地方大会の成績見ても、まあ、チーム力があるような勝ち方はしてますが、ちょっとね危ない試合が多かったというところで C 評価まで。はい、続きまして鹿児島県神村学園、こちらは A 評価ですね。ちょっと B 評価に近い A 評価なんですが、投手が左右の投手がいてて、まあ、両方ダブルエースみたいな感じかな。この感じは打率も3割3分7厘というところ、失策が2なんで、守りからチーム力があるようなチームかな。で、延長10回タイブレークで勝ってるというところで、まあ A 評価なんですが B に近いという感じですね。どちらかというと守備チーム力メイン。それで最後になりますが、沖縄県沖縄尚学、こちらは A 評価とさせていただきました。東恩納投手31イニング投げて0失点、これは
やばいっしょ。このピッチャーやばいんじゃないかという投手力マックス評価させていただいてます。打撃力がねちょっと3割切っちゃってるんで評価低いんですが、出場選手見てもある程度限定された選手が出場してるのでチーム力的には結構高いんじゃないかというところで評価させていただいてます。まあ決勝戦も、ね、6安打完封やって、これはちょっと楽しみですね。はい、というところで全校診断が終わりました。ちょっと長々話してしまいましたが、皆さんいかがでしたか？結構ね僕の中ではなんていう、みんなが評価しないところを A 評価にしたりとか、みんなが評価してるところを思い切って評価を下げたりとかね、そういったところがあったんじゃないかなと思って見てます。もちろん組み合わせまだ決まってませんし、対戦相手も決まってません。なので僕が本当に勝敗を予想できるのは全日程の1回戦が終わってからやと思ってますので、ちょっとね今の段階で勝敗は分かりませんが、チームの実力はこんなもんなんじゃないかというところで評価させていただきました。 A 評価と S 評価からベスト8ベスト4が生まれてほしいですし、そこはねちょっと楽しみにしてます。それでは皆さん、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。